はい、どうもこちら、たのです。今日はですね、新型のモバイルバッテリーがやってきたということで、レビューしていくんですが、今回レビューしていくのは、はい、じゃあなんとこちらでございます。ベルキンの新製品ということで、ベルキンのブーストチャージプロという製品になっております。今回こちらが新登場となりまして、もちろん Amazon でも販売されてるんですけども、こちら Apple Store の方でも取り扱いのモデルとなっています。今回はこちらをですね、これから使っていきますので、どんな感じのモバイルバッテリーになっているのか、レビューしていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで今回はベルキンのモバイルバッテリーということで、ベルキンといったらやっぱりね、ここにもあります C2 ですね。C2 のワイヤレス充電器を初めて出したのは実はベルキンということで、今年の前半にですね、充電器の方もレビューしましたが、今回はモバイルバッテリーで C2 対応の製品が出ましたというところになります。いろいろと特徴がありますので、まず中身の方を見ていきましょう。まず付属品として本体がこちら、そして USB の C2C のケーブルが入ってます。これらを使っていきます。で、もちろんですね、充電器は入っていないので、本体を充電するときは、別のね、充電器を使う必要があります。ではですね、こちらのね、特徴を見ていくんですが、今回こちらですね、まずバッテリー容量は 5000mAh となってます。一般的なね、バッテリー容量かなと思います。スマホ用で使うんだったら十分かなっていうところですね。で、特徴はやっぱりですね、C2 対応ということで、iPhone に接続して最大 15W で充電ができるということです。本体じっくり見ていきますと、まずね、サイド、本体の左側の方に USB の C 端子があります。こちらで本体の充電が可能です。そして右の方に、ボタンがついてまして、このボタンを押すと本体の LED ランプが点灯してバッテリーの残量が分かります。今、直前にですね、フル充電しておきましたので、現在これはマックスの状態です。はい、であとは、本体にスタンドがついてますので、このスタンドを使って、はい、iPhone とかを充電しながら、スタンドで使えるっていうところが魅力ですね。縦でもいけるし、もちろん横でもいけるというところになります。ちょっと iPhone 充電しながらの、スタンドもですね、後ほどチェックします。本体の厚みに関しては、最薄レベルではないですね。一般的なレベルかなと思います。で、重量感をちょっと見ていきましょう。はい。では本体の重量見ていきます。はい。本体の重量が約 140.7g となってます。C2 に対応していて、スタンドがついてるってところが特徴かなと思います。でですね、さらに細かい仕様になるんですけども、C2 に対応してるということで、15W の急速充電ができるんですが、15W で C2 で充電ができるのは、パススルー充電で使うときになるみたいです。本体に、ケーブルを接続して、充電器に接続しながら使うときですね。このときには、最大 15W の充電ができるということです。で、普通にこのモバイルバッテリーとして使うときは、7.5W になるみたいです。で、自宅にね、固定で使って、ワイヤレス充電器として使うときは、素早く充電ができますよというところですね。はい、では早速ですね、充電をちょっと試していきたいと思います。まずはバッテリーのちょっと実用量を見ていきたいので、今 iPhone ですね、残り 21% なんですけども、ちょっとこれからですね、iPhone をどこまで充電できるのか見ていきたいと思います。おそらく 21% からでも 100% まではいけないと思うんですよね。だいたいこの 5000mAh の、モバイルバッテリー使うときは、おそらく6割くらいがですね、平均的なね、数値かなと思いますので、どのくらいまずね、本体のバッテリーだけで充電できるのかを試します。ではちょっと接続ねしていきますね。はい。ではバッテリー検証です。はい。はい。マグネットで、装着しますと、今ね、ワイヤレス充電が入りました。で、今ね、ちょっと時間の方も計測をスタートしてます。で、この時は、7.5W になっているので、そんなに早くはないはずです。で、iPhone に装着している時の、外観としてはこんな感じですね。接続したままでも、特に問題なくですね、手に持って使うことができますね。で、あと、スタンドですね。はい。こんな感じで。ああ、ちょうどいい角度でね、スタンド機能を使いますね。縦で使っている時ですね。で、このまま横で使う時は、はい、こんな感じで、横で動画見るときに使うのも非常に便利かと思います。で、あとね、この iPhone をこのまま回転させますと、そうすると、ちょっと浮かした状態で、角度をですね、つけることもできます。もうちょっと高さを出して動画見たいっていうときに使える角度かなと思います。装着したままでもね、こう回転できますので、この辺は使いやすいですよね。はい、ではですね、一旦ね、21% から、ね、スタートしてますので、これで何%まで、ね、充電できるのかですね、チェックしたいと思います。で、その後に C2 の充電とかですね、その辺も試してみたいと思います。では、しばらくこれでね、充電の方を試したいと思います。はい、ということでね、充電が完了しましてですね、空になるまで充電しました。
時間がですね、こんな感じ、2時間34分ほどかかりまして、空になりまして、バッテリーがですね、こちら、はい、73% まで充電することができました。21% からになりますので、52% 分ですね、iPhone 15 Pro Max を充電できたことになります。ワイヤレス充電で使った場合は、このくらいね、充電できるってことになりますので、参考にしてみてください。はい、ではここからですね、本体をちょっと充電しつつ、パススルー充電をですね、試してみようと思います。はい。では本体を、はい。接続しまして、今充電が開始されました。こちらですね、本体を充電している時の、ワット数は、11ワットそこそこですね、出てるっていう感じになっております。で、この状態でもすぐパススルー充電いけるのかな？おい、パススルー来て、パススルーの時は、ちゃんとね、この T2 の充電になってますね。アニメーションが出ていましたので、これ T2 充電になってます。はい、T2 充電をしている時のワット数表示がですね、19ワットとか出てますので、まあバッテリーもこれ充電しながら本体充電してるっぽいですね。で、今こちら 73% になるんですけども、ちょっと10分ほどですね、充電してみますので、10分で 73% から今度はね、T2 になってますので、これで何%まで回復するのかチェックしていきます。はい、10分経ちましてですね、バッテリー残量が、79% まで充電できました。なので、まあ、10分で 6% ですね、充電できたっていう形になります。だいたいこういったですね、パススルー充電の場合、まあ、スマホが充電されてから本体が充電されるっていうね、パターンが多いんですけど、これ多分同時にいけてるんじゃないかなと思います。ということで、一旦ですね、このまま、もう 100% までね、充電してしまいたいと思います。はい、ということで翌日になりましてですね、またフル充電に戻したので、次はですね、他の充電をちょっと試したいと思います。有線充電をですね、試したいと思います。ということで、まあ、本体にですね、はい、接続をしまして、これ iPad Pro ですね、用意したので、ちょっとこちらにですね、接続してみようと思います。はい、有線接続。はい、有線の速度に関してなんですけども、10.9W ぐらいですね、出ております。まあ、10W 前後の、有線充電に対応してるっていう感じですかね。なので、この有線充電の速度に関しては、まあ、決して速い方ではないかなと思います。で、あとはですね、有線で、はい、AirPods Pro に有線で接続すると。iPhone に接続すると、ちゃんと来てますね。まあ、これ何をしてるのかっていうと、まあ、この iPhone に、ワイヤレス充電をした状態で、もう一台有線で充電ができるってことです。まあ、あくまで今使ってるのはですね、このモバイルバッテリー単体なんですけども、2台の同時充電ができるということになります。まあ、これは利便性高いですよね。で、まあ、その他の気づいたポイントとしては、これね、マグネットがかなりこれ強力なんですよね。なので、iPhone の背面にこう貼り付けた時に、まあ、かなり安定感があります。めちゃくちゃ強力なマグネットっていう感じですね。まあ、強力なマグネットになってるからこそ、こうですね、このスタンドとして使った時の利便性が高いんですね。今ちょうどね、この表示が出たと思いますけども、これ iPhone は、ね、iOS17 からですね、このような形で、まあ、スタンバイモードっていうことで、こう横置きにした状態で充電すると、時計とかカレンダーとかをですね、出すことができる機能が追加されてます。まあ、このあたりとの相性もすごくいいのかなと思います。まあ、後ろの方を見ていきますと、まあ、こんな感じでね、まあ、スタンドの方でしっかりと固定されている感じです。まあ、ほんと角度はね、自由自在になってますので、まあ、こんな感じでね、低めの角度でですね、横置きにしてあげてもいいと思います。でもちろん、この感じですね、縦置きで使ってあげてもですね、利便性高いと思います。まあ、普段使いで、このデスクにこの置いた状態で、まあ、ちょっと情報チェックしたりとかっていうのをするときに、まあ、ハンズフリーの状態でスマホを操作できるので、この辺も使いやすいです。であと大事なところなんですけども、スタンド状態でも、これ横にですね、Type-C 端子がありますので、よし。まあ、この感じで、パススルー充電するときに、まあ、ケーブルをですね、しっかりと横からさせます。まあ、パススルー充電した状態で、まあ、こういったスタンド状態で使うっていうことをしっかりとね、想定して作られてるなっていうのはすごく感じます。もちろんね、この向きにしてあげてもケーブルはここから出てきますので、普通に使えます。まあ、基本的にはですね、まあ、この、まあ、縦置きがスマートかな。
で縦にした状態で、まあ、スマホを、ね、こう横にしてあげるとちょっと浮かせた状態で横置きしてスタンドとして使えますので、まあ、このあたりがまあ使いやすいかなと思います。はい、ということでここまでですね 5000mAh のモデルですね、こちらをレビューしてみたんですが、まあ、多分ですねコメントで来ると思うのはこの 10000mAh 欲しいという方結構出てくると思います。実はですねあります。一応こちらですね製品 MOC になるのでちょっと充電を試すことはできないんですけども、10000mAh も用意されていますので、もう現在 Amazon の方で注文ができる状態になっています。でこちらですね基本的にはこのスタンドが搭載されているところとかマグネットでこう装着できるっていうところなんかは一緒です。ただ厚みはね10000mAh になってますのでちょっと厚めになってます。比べてみるとこんな感じですね。2倍まではいかないけど 1.5 倍くらいにはなってるかなっていう感じの厚みにはなっております。でこれ容量が 10000mAh っていうところと T2 に関してなんですけども、この 10000mAh のモデルはワイヤレス充電するときですね、普通にこのケーブルをつながずに使ったときも T2 の 15W の充電に対応しているみたいです。まあ、容量が大きいから少し余裕があるのかなっていうところですね。もちろんパススルーでも使えますっていうところ、このあたりが違いになってますので、10000mAh だったら欲しかったなっていう方はねこっちも検討してみてください。はい、ということで今日はこんな感じですね。ベルキンの新製品ということで、ベルキンから T2 対応のモバイルバッテリーですね、こちらが登場しましたのでレビューしてみました。さすがにベルキン製なので品質とかこの製品のね安定性とかですね、そういったところは非常に高いものになってますので、気になる方はチェックしてみてください。一応今回は6月30日まで発売記念ということで、ね、全ユーザー向けのクーポンが配布されてます。10% オフになるみたいです。10000mAh のモデルはちょっと発売が先になるみたいで、7月末の発送予定となっているみたいです。今予約ができるっていうところですね。 T2 対応でこの iPhone 向けのですねモバイルバッテリー探しているという方はチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。